こんにちは、荒木和弘です。まあ軍事のことはもちろん昔から関心があるんですけれども、いろんな軍人の伝記とかね、そういうものもいくつか読んでます。でちょうど今日読み終わったのは、この本で、岩井秀一郎さん、という研究者の方が書かれた、最後の参謀総長ミズーリ号の上でですね、サインをした降伏文書にサインをした梅津義次郎将軍の本なんですが、この、岩井秀一郎さんの本というのは非常によく調べてあってですね、それからあとものすごい公平な書き方をされています。とってもですね、好感が持てるっていうか、この方は私より30歳も、年下なんですけど、そんな若い方で、こういう軍人の伝記みたいなものをこんないい本が、書けるんだなということでですね、ちょっと本当に、大変失礼ですけど驚いています。で改めてこうやって読んでみて思うのは、どうしても我々から見るとすごい一面的に捉えますよね。この人は強硬で、この人はそうではなかったとか、あるいは旧陸軍の行動派と統制派とかですね、あるいは最近だいぶ改善されましたけど、陸軍悪いやつで海軍いい人だったというのとかですね、いろんなことがありますが、いずれにしても今の時代を生きている我々からですね、あの時こうすればよかったなっていうのは、あれはもう言ってもほとんどしょうがないですよね。で我々がその時代に生きてて、じゃあそれよりいい判断ができたかっていう保証は全くないですよね。当時やっぱり一番頭のいい人たちが集まって、で、いろんなこの動きの中でああいう結果になっていったということで、後から考えればあの時こういう手を打っとけばよかったとかですね、そんなことあるわけですけども、それは本当に後出しじゃんけんですからね。でただし言えるのは、その時のことがどうだったかということを研究して、で、じゃあ今この現代においてだったらば、その考え方はどういうふうに適用できるんだろうと、その研究成果をどういうふうにですね、本当に我々が責任持って、この世の中を動かしていくことに使えるのかという、そういうことに尽きるんじゃないかなという、そんな感じがいたします。で旧帝国陸海軍全て良かったってことはもちろんありません。全て悪かったってことももちろんありません。もうそういういろんなものがこうごちゃごちゃになっているんですね。一人の人間でも、例えばこの岩井さんの書いておられる本で、武藤明の本がありますけども、武藤明という人は東京裁判で、A級戦犯で公主権になった方ですが、この人も中国戦線にですね、戦線拡大する時の当事者で、でそれを止めようとした石原莞爾将軍にですね、あなたが満州でやったことをもう自分たちもやってるだけだというふうに言ったって、これが一番有名なんですけども、でも必ずしもですね、そこでそれだけでこう分かるような、もうただイケイケどんどんの軍人ではなかった。みんなやっぱりそれぞれそういうところがいろいろあるということですね。そんなこう単純な人間であれば、やっぱりなんだかんだ言っても上級将校ってなっていけませんからね。そこはやっぱり見ておくべきじゃないかなと。逆に言うと、本当この軍事のことっていうのはですね、もういろんなことにもうこう応用が効くというか、やっぱり命かけて、やってる話ですから、本当に自分が生きていく上での参考にもなるというふうに思ってます。で、ただ本日のオチなんですけどね、これも何人ものこの軍人の本を読んで、それぞれの立場でその時こうだったね、あるんですけど、おそらく今天井で皆さんおられてですね、この日本を見ていて、で拉致被害者がたくさん出てるのに助けにも行かない、ね、でそれ自分たちの仕事ではないというようなことも公言する将軍クラスすらいるという状態のこの日本のですね状態を見て、そしてまたそれを何とも思わない政治家、そして最後は国民ですね、こういうのを天の上から皆さん並んで見てて、昔は喧嘩したけども、俺たちがやってたのはこんな国作ることだったんだのかなと
というふうに思ってんじゃないかな、そんな感じがいたします。まあ、ともかく先に行かれてる方々に、まあ、恥にならないように、しなければいけないと、まあ、これ自戒の念ですね、少なくとも自分はそうしなきゃいけないというふうに思っています。今日もありがとうございました。